トランスアジア航空とはかつて存在していた台湾の航空会社である。台湾発の民間航空会社であり、2016年時点では業界3位の中堅航空会社であった。トランスアジア航空の本社1951年5月21日、台湾発の民間航空会社として台北市に設立。1958年、ハイジャックが原因と考えられた。 航空機事故が発生したことから運航を停止。このため業態を国際線の代理業務やケータリングに転換する。1983年、台湾の国産実業グループの参加入りしたことをきっかけとして、1988年、30年ぶりに自社便での国内線の運航を再開した。1992年、国際チャーター便の運航を開始し、 1995年にマカオ線が就航し、本格的に国際定期路線に進出した。2009年、中国大陸への定期便運航を開始した。2011年11月10日、日体間のオープンスカイが合意されたのを受け、2012年3月25日からの夏ダイヤより、台北、東園から大阪、関西、沖縄、那覇、函館、札幌、 新千歳、旭川、釧路への就航を申請した。2012年6月28日、当社初の日本路線となる、台北、桃園大阪、関西線が1日1便で就航した。2012年11月26日、同社初となるエアバス A330 から300型機を、フランス・トゥールーズで受領。2日間かけて、台北松山空港へ。 フェリーフライとされた後、同年12月25日に、台北、桃園札幌、新千歳線に投入。2013年9月26日、台北、桃園東京、成田線が1日1便で就航した。2013年10月中旬、航空燃油価格の高騰と格安航空会社の出現などの影響により、シンガポール線を運航停止。 2013年11月、台湾発の格安航空会社となる、全民航空を設立。2014年1月23日、全民航空の名称について、公募で、VA との名称で決定したと発表。2014年7月23日午後7時、台湾南部の高尾国際空港発、宝庫島間港空港行きの定期旅客便トランスアジア、 航空222便が台風10号による天候不良の影響を受け、魔高空港にて着陸を失敗し、また行を試みたが上昇できず、宝庫憲庫西号西谷村に墜落した。2015年2月4日、GE235 便が異常発生時の緊急手順を怠り必要な是正措置を実施しなかったこと、パイロットの対応ミスにより、キールン側に墜落。 43名が死亡、17名が負傷した。2016年8月9日、VAR の10月1日をもっての全面運行停止と同社との合併を発表。同年9月30日までは一部早期運行停止路線を除き運行予定。同時に VAR から台北福岡、チェンマイ線は8月末までに新たな運行を申請し、引き継ぎ就航予定。 同年8月27日に蒸気統合案を撤回。VAR を存続させた上で10月1日から1年間の休業に変更した。2016年11月21日、22日のトランスアジア航空便すべての運航を停止すると発表した。2016年11月22日午前に開いた取締役会で運航の終了と会社の解散を決議した。 発見済みの航空券に対しては、払い戻しや他社便への振り替えを実施した。また、林明登正次長らに対し、インサイダー取引があったとして、調査を進めている。金門方向線を除く運航停止路線については、行政院の決定で12月1日から2017年の春節まで中華航空が運航を引き継ぐこととなった。 2016年11月21日現在2016年11月21日現在愛天が墜落事件1958年10月1日プビーマイナス 5S イリック療養飛行機ランテンが5時45分に7名の乗客を乗せ場外を出発し6時10分に台北へ向け高度1フィート距離台北の80回里と更新をした後失踪 アメリカの軍事顧問に4名が同乗していたことにより、アメリカ第7艦隊と台湾当局による72時間に渡る捜索でも墜落の痕跡を発見できず、10月1日が中華人民共和国の建国記念日であったこと、また連行県庁の王朝や馬防部、副参謀長中英らを乗せていたことより、王によりハイジャックされ、中国本土へ亡命したと考えられ、 運行業務を停止し業態転換を図った。2012年、バソ島の漁師の網にプロペラがかかり解析した結果、2014年に、米国ハミルトンスタンダード社製の PB-5A に使用されたのものと判明し、相手がのものと確定。これにより、55年余りを経て墜落していたことが明らかとなった。2015年1月現在も、 墜落理由は判明しておらず、陰謀論も出ている。引き上げられたプロペラは、高尾空軍基地で、陳列展示されている。トランスアジア航空791便墜落事故2002年12月21日、GE791 便が、宝庫諸島付近で墜落した。トランスアジア航空222便着陸失敗事故2014年7月23日午後7時頃、 GE222 便が宝庫権にて着陸に失敗する事故が発生し、48人が死亡、10人が負傷した。トランスアジア航空235便墜落事故2015年2月4日、GE235 便が離陸直後にキールン側に墜落、43人が死亡、17人が負傷した。ありがとうございます。